はい、郡山市中心部の元町商店街に来ています。昔ながらの商店が並んでいる場所です。この店もオープンとステンドグラスで書かれた置物があります。そう、この場所は大正3年創業の伏見屋ガラス店です。朝霞開拓に合わせてこの地で創業した郡山市内で最も古いガラス店になります。超老舗ですね。昭和初期の写真もあります。真ん中に座っている方が初代の店主、現在4代目。建築資材としての板ガラスの販売などを行ってきました。5年ほど前からは、はい、こちら昭和のレトログラスの販売も始めました。こちら灯油のランプです。価格は13,200円。横から見ていただくとランプのガラスが歪んでいるのがよくわかります。昭和初期に作られたものですので、ガラスがまだ均一の厚さにはなっていない。ですからこのような歪んだ、今となっては味のある作りになっているというわけなんです。さあ、続いて昭和あるあるクイズです。豊島さん、はい、こちら何に使うものでしょうか。あ、わかりました。中に氷入れて日本酒入れて、あの冷やすやつですね。間違いなく。なるほどね。正解は、はい、こちらハエ取りです。違うじゃん。この中にこう食材を入れておいて水を溜めておきます。すると下からハエが入っていって中で溺れ死んでしまうというものなんです。今となってはこれはもう置物としてしか使いませんけども、昭和20年代よりも前にはこういったものが非常に人気だったということなんです。これも昭和初期のもの。昭和といっても昭和の元年から64年までありますから、こういったガラスが歪んでいるものからちょっとおじいちゃんおばあちゃんの家に行けば今も残っているよという懐かしいものまでたくさんあります。そしてガラスはタンスもリノベーションしてくれました。あら、素敵なこと。もともとはこういう木のタンスがこちらで作ったオリジナルのステンドグラスをはめ込むことによって、こんなにおしゃれなガラスのタンスとして生まれ変わりました。まさに匠の技。これも販売されています。20万円です。いい値段。さらにもったいない精神はガラスにも生きています。建築資材の板ガラスで余った端材にドライフラワーを挟んで溶接をするとこんなおしゃれな置物になってしまったというわけなんです。こちらは1枚1650円ですから非常にリーズナブルになっています。4代目店主の三保屋さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、言ってしまえば端材ですから捨ててもいいものなわけですよね、はい、どうして新たに命を吹き込んだんですか。大量生産大量消費で作っては捨てるというのを繰り返してたら持続可能じゃないなと思って、自分でもできることで少しでもそういう端材を商品に生まれ変わらせて持続可能なものづくりをしたいなと思って始めました。なるほど。そして今昭和ブームですけども、あえてこう昭和に特化したんですか。で、そういうつもりではなくて、もともとうちが古いのでお店をリノベーションしようと思って天井を剥がしたらこういう古い板張りが出てきたり、ね、張りが出てきたりしたので、それから天井裏からガラス製品のデッドストックが出てきて、これを生かして何かできないかなってやってこういうふうにだんだんなってきました。そして今こちらで新たな取り組みも行われています。こちらでは今あの海岸に打ち上げられたガラスと、あとハイボトルの瓶を使って、はい、今ランプのシェードを作ってらっしゃる、はい、これどうやってガラスをきれいにカットするんですか。必要なサイズになってないものはこうやって、あ、こんな簡単、このようにして微調整しながら組み合わせてステンドグラスにしていきます。なるほど。これ作るのにどれぐらいかかるものですか。これだけやって多分 2,3 週間ぐらいはかかると思います。完成予想図がこちらになります。あの、自宅をリノベーションするのに合わせてこういったものを作ってほしいとお願いする方がいらっしゃるそうです。現在半年待ちという人気ぶり。ガラス製品いっぱい見たいという方もいらっしゃるかと思うんですが、三保屋さん一人で店を経営されているのでいらっしゃらないこともあります、はい、そこで
毎月第2第4土曜日にイベントが開催されています。店内で美味しいものを買うこともできながらガラス製品を見ることができます。一点物ばかりですので非常に貴重な出会いもあります。私も祖父が使っていたガラス製品を先ほど購入しました。